どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。ランク軽減値 1.9 倍が来たぞ、イエイ。いや、来ましたよ。1.9 倍が来てしまいましたよ。もう今日はですね、ランク軽減値 1.9 倍の、サレーネ編成を使って遊んでいこうと思うんですが、今回の編成、リダフレサレサレなんで、ランク経験値が 3.61 倍。さらにですね、さらにダンジョンボーナスが6個積んであって、もうとんでもないランク上げ編成をね、紹介していこうと思います。はい。今回使うのは、先ほどね、紹介した、キリンのサレサレダンボ6編成なんですが、この編成ね、ちょっと今回旦那さんからね、もう1パターン編成をお借りして、分岐した編成もね、紹介していきます。キリン1枚でも、なんと周回できるということで、キリン1対応の PDC もね、右側に記載されてると思いますが、もう旦那さんの編成はマジで、パズドラランク上げでトップです。もうトップなんで、トップクラスじゃなくて、トップの方なんで、もうとりあえず旦那さんの編成組んどけば間違いないんで、ぜひね、左側か右側かお好きな方組んでみてください。もしキリン1体しかない人はね、この白鳴き編成使っていただければめちゃめちゃ強いんでおすすめです。はい。で、まあ、編成紹介していくと、まあ、リーダーサレーネは、カーン武器をフル覚醒でつけてあげるか、PDC みたいにネイ武器を4枠止めでつけてあげる必要があります。はい。ただ、ネイ武器の場合は、閉じたまだろを1体使う必要があって、コストがもったいないので、組める場合は、カーン武器をつけてあげるようにしてもらえればなと思います。持ってない人は、光ネイ武器に覚醒4枠止めで大丈夫です。どちらかでお願いします。ラママ、毒耐性プラス遅延5つ非軽減プラス非軽減にこちら、サムライロックの覚醒6枠止め継承です。はい。これもね、閉じたまだらしてあげてください。で、キリンです。全パラ遅延5つ非軽減プラス2非軽減に、ほのか武器継承してあげて、からのこちら、キリンです。キリンは、スキブ遅延5つマシンキラー非軽減に、火のサレーネ武器継承です。で、ラス、ごめん、間違えた。ジャックですね。ジャックは、7強遅延4つマシンキラー2つに、マスターアジア、マスターガンダム武器継承してあげて、ラストフレンドサレーネ、超つなげ遅延4つ非軽減2つに、プリム武器継承って感じになっております。はい、まあ、という感じの編成ですね。ウラシャラのね、キリン一体の方も PDC 記載されておりますので、ぜひこちらね、使ってやってみてください。もう今日はね、サレーネが経験値倍率 1.9 倍になったということで、もう現状最強の周回キャラになれましたんで、今日はこちらのサレーネを使って、ウラシャラクリア していこうと思います。はい。まあちなみにもちろんね、この編成はサレサレなんですごい恩恵受けますが、一体でもサレーネが入っ、リーダーかフレンドにね、置かれてる編成だったら、もうすべてね、情報修正の恩恵を受けれますので、もう最高に強くなっております。はい。もうだからね、別になんていうの?この編成以外の編成でも、もうサレネさえ使ってれば全部恩恵あるんでね。この前紹介したゼロ次元のネロミエル編成とかもやっぱ恩恵受けますので、めちゃめちゃでかいですね、今回のサレネ強化は。まあ、なんでいろんな周回編成がさらにパワーアップして経験値効率上がってるんで、もう最高なアップデートですね、完全に。マスターガンダム使ってからキリン使ってあげてずらしていきましょう。はい、1コンボ組んであげて倒していきます。もうキリンは本当に一生光の列組むだけでいいので、パズルもめちゃくちゃ簡単ですし、もう3から10階層ずらすだけですね。まあ、特にみんなに今から紹介すること10階層までないんで、一旦カットします。3から10階層まではひたすらキリンずらしてください。カット。さあ、ということで、3階層から10階層までキリンずらしてきました。この編成のいいところは、このね、合計8階層分をね、ずっとキリンずらして何も考えず破壊していけるところですね。やっぱこれがでかいです。はい。そしたらここも、キリンからのラバマを使ってあげて、はい。で、これで殴っていきましょう。あと俺犯罪してる。いや、これで倒していきましょう。さあ、続きまして12階層です。12階層はキリンずらしてあげて殴っていきます。はい、これで7コンボ組んであげて倒していきましょう。ワンパンです。さあ、続きまして13階層です。13階層はカーンからのキリン使います。もちろんこれネイでも大丈夫なんで、キリン使って殴っていきます。はい、これでワンパンしていきましょう。さあ、続きまして何階層だ、14階層です。14階層はキリンからのジャック使って倒していきます。ずらしワンパンしていきましょう。
さあこれで突破していきます。ワンパンです。続きまして15階層はキリンずらして2パンしていきます。キリン一発ずらしてあげて殴りでからのキリンずらしてあげて2パンしていきます。さあこれで倒し切っていきましょう。突破です。でまあ続きまして、16階層です。16階層はキリン使ってまず一発殴ります。キリン使って一発殴ってあげてでからのキリン使いましょう。ツーパンで突破していきます。さあということで続きまして17階層ですかね。はい、17階層です。ここもキリン使ってずらしていきましょう。これでもうずらすだけで破壊していきます。めちゃくちゃ簡単。一応カッソル引いたら L 字組む必要がありますが、それ以外はもう本当にキリンずらすだけです。18階層キリンからのプリム使ってあげてずらしてワンパンしていきます。はい、これで9コンボ組んで突破で倒していきましょう。プリム武器の無効貫通利用してこれで破壊していきます。さあ続きまして19階層です。19階層はキリンからのキリンで2パンしていきましょう。まずキリン使ってあげて一発半分まで削りからのキリン使ってあげて2パンで倒していきます。キリン使ってあげてこれで突破していきましょう。さあ2パンです。続きまして20階層です。20階層は光なんでキリン使ってワンパンするだけ。はい、キリン使って一発殴りでボス1もキリン使ってずらしていきましょう。はい、キリンずらし殴り、そしたらラストボス階層です。はい、ラマモアからのキリンからのジャック使いましょう。でまあこれで倒していきます。ラストもワンパンするだけですね。まずラマモア使いましょう。これでラマモアからのキリンからのジャック使ってあげてラストもワンパンするだけという感じの編成でした。はい、もうこんな感じでキリンをずらし続けるだけで周回できるんですが、さあ行きますよ。こっからが本編。獲得経験値ご覧ください。いやもう明らかに値が違うでしょ。よくないこれ。これ裏修羅ですよ皆さん。裏修羅で一撃 5.98 億、もうほぼ6億経験値を一撃で稼ぐことができるっていうね、最強の周回編成になっております。もうめちゃめちゃ強いっすね。やっぱ両サレになったことで、両サレがね強化されたことで経験値倍率跳ね上がっててめちゃくちゃ美味しくなってるので、もう周回編成としてはバリバリに強くなったと思います。なのでぜひ組める人はね使ってみてほしいなというのと、あとはねキリン一体代用型の編成もめちゃめちゃ強いのでぜひ組める人は使ってみてください。さあということで今回はサレーネ強化でぶっ壊れた新編成を紹介する動画でした。チャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。